皆さんこんにちは、ダディチャンネルのマミです。はい、今日はですね、こちらインディアナ州との、カーメルっていうところにやってきました。実はですね、こちらにすごく美味しい、ラーメン屋さんがあるということで、私初めてやってきました。それではやっていきましょう、レッツゴー。ということで、今ね、少しメニューの方を見てたんですけれども、こちらのレストランですね、すごいんですね。ここにも書いてあるんですけれども、アメリカでもね、もうすでに13店舗、展開されているということで、シアトルの方のね、ワシントンの方に、たくさんあるみたいで、あとイリノイの方にも2店舗、そしてこちらのね、インディアナの方にもあるということでね、13店舗あります。で、こちら日本の方にもね、12店舗あるということで、東京はもちろんですね、千葉県、それからね、神奈川県の方にも、あるということでね、視聴者さんの方もね、ご存知の方いらっしゃるかと思いますけれども、こんなマークのね、お店でございます。キズキというね、ラーメン屋さんになります。で、今ね、メニューをちょっと見てたんですけども、絵もね、すべてちゃんとついてて、で、日本語も書いてあって、あと英語と、中国語とね、全部表記されています。結構ね、種類もたくさんあるので、何にしようかすごく迷ったんですけども、私は一番大好きな豚骨ラーメンをね、少しオーダーしてみましたので、待つことにします。楽しみです。はい、その他のね、メニューですけれども、もちろんね、替え玉もあります。替え玉もあったり、ケールの麺とかもね、オーダーできるみたいですけれども、はい、それからベジタリアン用のね、方の、ベジタブルラーメンとか、あとですね、いろいろメニューあるんですね。トッピングもね、アディショナルでね、増やしたりすることもできます。海苔、ほうれん草、きくらげとかね、味玉とか、ハラペーニョっていう辛いやつだとかね、いろいろ天ぷらもありますね。はい、それからご飯物もありまして、チャーシュー丼とか、そうです、唐揚げ丼、天丼とかもあって、あとね、おかずもね、ちょっとあるんですよね。エビカツ、あとイカゲソの唐揚げとかね、すごい、手羽先、たこ焼きとかもあるんでね、多分子供さんもね、すごい喜ばれるメニューがね、たくさんあります。コロッケとか揚げ出し豆腐、おにぎりもありますね。はい、たくさん種類があるのでね、いいですね。こちらが、限定、メニューですね。ニンニクの豚骨醤油ラーメン、これも美味しそうですね。これは激辛ラーメンすごい、ハラペーニョがついてますね、すごいですね。はい、スパイシーラーメンとかね、いろいろありますね。はい、今到着しました。こちらがね、豚骨のラーメンです。はい、そしてこちらが、つけ麺ですね。豚骨の、汁に、つけ麺の、メニューになります。すごいね、もやしとかメンマとか、味玉もね、丸ごと1個入ってて、チャーシューも入ってて、麺が結構ね、黄色くて太そうなんですけどね。では早速いただきたいと思います。いただきます。今日はちょっとね、雨が降っていて肌寒いので、こういった日にね、このあったかいラーメンいただけるのはすごいありがたいですね。体がぬくもると思います。いただきます。美味しい。もう全くアメリカを感じさせない日本の味ですね。わあ、美味しいですね。なんか懐かしい。すごい麺もね、ちょっと固めでしっかりもちっとしてて、すごい味もしっかりね、ついてて、豚骨の味が
美味しいですね。うん、チャーシューの方もねいただきたいと思います。うん、美味しい。すごいなんかちゃんと多分炭でね焼いてらっしゃるんだと思います。ちょっとね周りにね焦げたお焦げの炭がついてるんですけど、すごい美味しいです。あ、もうこれは本当に家の近所に欲しいまたお店が増えました。残念ながらあの家の方からは2時間半ちょっとねかかるんですけれども、あのすごく美味しいです。では今度はねつけ麺の方ねいただきたいと思います。はい、ではつけ麺の麺はさっきの麺よりももっとねなんかフラットな感じでね、あの平たくてちょっと太い感じでこんな麺なんですけど、ここにもねチャーシューとかすごいいっぱいついてるんですよね。いただきます。おお、美味しそう。いただきます。うん、同じ豚骨味なんですけど全然味が違いますね。なんか結構似たような感じの味を想像してたんですけど、なんか味が全然違うんですけど、もうなんかねこれはザつけ麺の味で、これはこれですごい美味しいですね。あ、すごいなんか思ってたのと違うけどすごい美味しい。これはなんかパクパク食べれそうな感じがします。美味しいです。はい、本当ね本格的なお味ですごい美味しくって感動しながら食べて、もう汁がほとんどない状態なんですが、なぜか替え玉第2弾を頼んでしまいました。今から第2弾いただきます。はい、こちら厨房ですね。今麺を作ってらっしゃいますけど、すごいですね、すごい味がね美味しかったです。はい、ということでね、あのアメリカンで食べたラーメンの中ではね、私は第1位に輝いたって言ってもいいぐらいのお味ですごく美味しかったです。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらの動画がいいなと思われた方、ぜひいいねのボタンとコメントお願いします。ロディチャンネルのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね、バイバーイ。